はい、では、オーリーのしゃがんでから伸び上がるまでの解説をしていこうかなと。前しゃがむってやつで、そっからハウトゥーしてないんだけど。そう。で、まずしゃがむ時の、前回ね、やった時のその動画で、こうしゃがむとぐにゃぐにゃしちゃうっていう結構もらってたんで、コメントもらったりしたから、どうしたらそのグラグラがなくなりますかみたいなやつなんだけど、こうデッキがあって、このビスが止まってるの、このライン、基本このラインって平らだから、ここを踏んどけば、もう極端な話、こうやって踏んどけばあんまこうやってなんないでしょ。で、そんな感じでしゃがむ時にこうつま先側にグーってなったり、かかと側にグーってなっちゃうと思うんだよね。なんで意識はこのビスとビスの間を踏む。で、その時に頭がこうやって落ちたりしないように。人間頭がさ、重いからこっち行っちゃうとつま先側になっちゃうし、こうやってしゃがんでこっちになっちゃうとかかとになっちゃうから。なんで、できるだけもう板の中心、こうやって測った時の中心、こっちもそうなんだけど、こうやってやった時の中心、ここかな、この辺りを、今書いたこのラインだね。このラインとこのライン上に自分がいるように。で、それを意識してしゃがめばあんまこうやって曲がんないです。これがグラグラしないコツかな。あと言ったら、最初慣れないうちはトラック固くした方が俺はいいと思います。やっぱトラックが柔らかいとね、その分動きがシビアになっちゃうから、できるだけ固めの方がいいんじゃないかな。トラックの話になるとね、もうどこどこのトラックがとか深い話になっちゃうけど、でこっから大事な伸び上がり、こっから伸び上がるって動作なんだけど、極端に言えば今言ったこのライン、板の線上に自分が入れたら飛べると思うんだよ。こんな感じに。で、今止まってやってるっていうのもあるけど、こう進んでるとやっぱ頭が前に飛ぼうとして、こうやって飛んじゃうでしょ。もうこの時点でこう斜めじゃん、多分。こうなっちゃうと板をやっぱこう置いてっちゃったりするから、板は勝手にね走ってくれてるから、板が進んでても自分は上に飛ぶようにすればかなと。あとは何を言おうとしてたっけな、なんか言おうとしてたんだよな。そう、叩き方で下に叩くのと、その引き叩きするのどっちがいいですかって来たんだけど、俺は多分下に叩く方がいいと思います。引き叩きするとなんか他の技を練習しだした時に変な癖がついちゃうことが多いから、できるだけ下に叩くようにして練習した方がいいんじゃないかなと思います。あと目線、そう、目線言われてた。目線があまりこうやって下に向きすぎちゃうと、頭が落ちる原因になるから、こうこうなってさ、こういう風に板見すぎちゃって、こうやって全部見ようとするともう絶対つま先側に体重かかっちゃう。なんでこうやってなんていうんだろう、顎をちょっと引いてクッて、で目線をこうやって見るんじゃなく、こうやって見る、ちょっと下目っていうの、こう下を見るの、下なんて言ったらいいのか分かんないけど、下を見るでこうスタンス整えて、ってな感じかな。見すぎちゃうとね、頭落ちる原因にもなるし。あと、まあ、こうプッシュして進んでの話になると、前を見たいからこういう風に体開いちゃう。そうするとオーリーの時にまっすぐの動きがしづらくなって、こう曲がっちゃったり、うまく真下に蹴れないでこうやって蹴っちゃうこととかもあるから、まあ、できるだけイメージとしては、目線は、まあ、前を向いたとしても腰を開かないように、腰閉じたまんまやる。これでね、前も見えてるから、この状態で、これで。そんなかな。そんなかな、多分。で、そう、また最近、動画を見てくださいとかって、DM が増えて、意外とね、増えてきたっていうか、まあ、結構前から来てんだけど、前になんか、企画、視聴者だっていうのか、見てる人たちになんか動画送ってもらったんだけど、それをねもう一回やろうかなと思います。で、前回は、まあ、送ってくれた人の動画を見たり、送ってくれ、まあ全員送ってくれて、まあ見て、その中日本語が難しい。とりあえず今回ももしその見てほしいっていう人がいたら、インスタグラムで送ってくれないと、ツイッターで来るとなんかダウンロードがねうまくできないんですよ、動画の。なんでなんだっけ、インスタグラムの方のアカウントに DM で動画を送ってもらえたら返信をしようかなと思うんだけど、実際ねちょっとやっぱ言葉だと伝えるのが難しいんで、前みたいにちょっと動画を作ろうかなと思います。なんで出てもいいよって人、使ってもいいよって人は送ってもらえると助かるかな。で、多分その中からちょっとよりだいたいね、こう迷ってる人ってほとんど一緒のこと、俺のこれどこダメですか、私のこれどこダメですかっつって、この2人ともね一緒の悩みだね、まあ、それがね5、6個ぐらいかなで分かれてたりするから、その中から分かりやすい、この失敗例として分かりやすい動画とかをちょっと選出させてもらって、でそれに対して俺がここがこうだからとかっていうのをやっていこうかなと思います。ここがこうだからこうするといいよみたいな。それが出た時に、自分のその悩んでる人もその自分の動画を見て、あ、この人の折に俺の似てるなとかってなってやってくれれば、なんだろう、自分で自分の動きを把握すれば、その分ここを改善しようとかつながると思うから、なんで、ちょっと日本語が難しいな。